タクタクからのお願い。この動画は縦動画です。スマートフォンを立てて、全画面表示を押すと、とっても見やすいですよ。ぜひ試してみましょう。ゆっけい。どうも、タクタクです。さあ、久しぶりにモンストやりますけども、ベートーベンが重心化したということで、早速、串灘に連れてきて、見たりしちゃったりしちゃったりして、ということで、まあ適当に走らないというか、まあまあまあ、友情コンボを使いつつ、そんなもん、強え、2ターンでこんなにまあまあまあ、これぐらいのクオリティは最近では珍しくないでしょう。問題はあれなんだよね、ベートーベンは多分、ストライクショット、大号令になってるから、そっちの方がちょっとやはり気になるといえば気になるな。なんか嫌な予感する、これ。ちょっと遅そう。そっか、俺が下手すぎるんだけどさ、まあ。適当にやっても勝てるよというね。いや、おそらく勝てると思うんですよ。適当にやっても。適当にやってても勝てるよというのをね、みんなにね、見てもらいたいなと思います。てか、なんとなく早く進んでいるような気はするよ。進行的に。あー、もう一体ぐらい、多分。多いね。蘇生が一体だけだと、割と楽ちんかも。で、これで次、抜ければ完璧じゃないか。それで、次の蘇生を倒せれば、あー、蘇生優先で倒せばよかったね。なんか、ベートーベンに当てたいっていう、なんか、俺の変な、こだわりみたいのが出ちゃった。まあ、これでも、普通にね、当てながら。下ってるー、下ってるけど、さすがにこれ行ったでしょ。え、行かないの？いや、爆弾が当たるかなと思ったの。うん。いや、もう、つれ。爆弾当たれよ。オッケー。いや、ここちょっと時間使ったな。絶対スッと抜けられるような場所で、こんなにだらしない使い方、情けないわ。で、できれば、あっちのベートーベンたちにも当てていきたい。あ、だった、オッケー。まあ、雑魚処理優先だからね。雑魚処理を。よいしょ。あ、やべ。みたいな残っちゃった。まあ、それでも、そんなには、こういう感じで入ってきて、こう、ヒットポイント高いからね。こいつのなんていう名前かわかんないけど、中ボス。よしよしよし。このまま、あー、弱点叩いた方がいいかな。弱点叩いた方がいいかもしれない。あ、微妙。微妙だったね。この爆弾が、友情コンボそんな強くないな。これならまだ、なんだろう。ウォッカとかの方が早く進める気がするわ。ベートーベンはそんなでも、ここじゃないのかな。どこだろうな。やっぱりあれかい？爆絶の、それこそ、なんだっけ忘れがちだけど、シャンバラか。シャンバラとか、なのかな。OK。抜けました。さあ、ボス戦。3分27秒。まあ、いい方のタイムだとは思う。思うけども、ありきたりな感じが。よっ、ラブさんか。あー、そこ止まったら、なかなか抜けられんやつや。しかもワープだからね、メインギミックが割と。こっち置く。もう一回当たり、オッケー。お、全員当たった。固まってるな。固まってるな。一発ぐらい打っちゃっていいんじゃないですか、ちょっと。撃っちゃった。多分全部使わないんだよ。運命の扉を開け。おお。いけ。倒す。いいね。まあ今のはあれだ。最大まで溜めずに撃ったんだけど、この火力ってことか。4分18秒。これ新記録出したいな。どうする？どうすんなら。いや。一回ちょっと回そう。
回しつつ、ワープ出るともう一気にでもダメージ稼げなくなっちゃう気がするんだよな。あと2回箱処理をしたいけどうまく動かせない。どうしようかな。これちょっとはさすがにこれ使うのもったいない気がする。撃っちゃってもいいかな。撃つなら順番がある。早く切れてる可能な感じ。撃っとくか。ちょっと撃ってみっか。早くクリアするためにこれ最後までも取っておきたい、取っておきたい気がしますけど、道中全然撃っていいと思うんだよね。使い渋るともったいないよ。いつまで動いてんのこの人たち。まず雑魚処理だね。雑魚処理をしっかりやって5分37秒遅えな。俺が最初グダったってのもありますけど、雑魚処理をうまく、はいはい、いやーワープ出るんだよ。わっ、そこ抜けれる。だよね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 、やばい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 、グダってるグダってる。うん、クラッチから、うわ嫌な弾き方しちゃった。次打とう。次ね、うわー麻痺っちゃって、結構残ってるけどいいか、攻めるか。ちょっと下方向にみんなを動かすようなイメージで、ちょっといきます。いけ、ほらほらほら、おお逃げるか逃げる。次終わるんじゃね、もしかしたら。うまくいけばね、うまくいけば終わるんじゃね。いくぜ。どうしよう、やっぱこの方がいい、薄くね、あっち入ってほしいな、上のやつ左側に。いけ、あー右行ったか。あ、でもいける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 。すげー、410万。これどんだけ補正かかってんだろう、大号令に。強いなぁ、ベートーベンの重心か。ストライクショットがもうやべえって感じですかね。どうでした？でタイムは何分だった？結局新記録いったかな。どうどうどう、あ出た。まあ俺が遅いってのもあるけど、7分6秒、やったぜ。串田と運極だけどこんなにいい感じのタイムが出ました。はい、ということで今回はベートーベンの重心化を使っていきました。3体いたからね、たまたまこういう動画上げましたけども、参考になったでしょうか。はい、というわけでみんなもベートーベン、これは間違いなく強キャラだと思うので、うん、ちょっともっといい使い道があったらコメントで教えてくれ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ。出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせや、タクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないと、お仕置きだべー。